伊勢、戦艦。伊勢は、日本海軍の戦艦で、伊勢型戦艦の一番艦である。当初は、不装型戦艦の三番艦として建造が予定されていたが、不層型に砲力や防御力、運用面等で問題点が生じたため再設計が行われ、順道警官の伊勢型の一番艦として建造された。太平洋戦争後半には、戦術変更に伴って、姉妹艦の日向と共に、 航部主砲等2機を撤去し、航空機用作業甲板、格納庫、射出機を設け、搭載機数22機という軽空母並みの航空打撃力を持つ航空戦艦へと改装された。艦名の由来は、三重県の伊勢国からで戦後海上自衛隊のヒューガ型護衛艦の2番艦、伊勢に引き継がれた。歴代艦長として山口多門、小上根一といった後の著名指揮官も輩出した。 海軍省は1914年、大正3年10月12日に、歌唱官名第5号戦艦を伊勢と命名し、1915年、大正4年5月10日、川崎重工業神戸造船所で寄港。1916年、大正5年11月12日に浸水する。1917年、大正6年12月1日、軍艦伊勢として収益した。 不層型戦艦の改良型として収益した伊勢型は不層型の問題点の装甲防御の弱さを改正しようやく世界水準の性能に達したと言われる。だが本艦と同時期に15インチ砲38センチメートル砲を採用したクイーンエリザベス級戦艦が出現しており建造前の1913年時点ですでに防御力の脆弱さを指摘されている。また、 日本軍はクイーンエリザベス級戦艦の速度を25ノット程度と認識しており、伊勢型の23ノットでは物足りないのが実情だった。1921年、大正10年に手砲業格を拡大する改造工事を行い、1924年、大正13年に放線式場を設置するなど、環境の複雑化が進む。さらに1935年、 昭和10年8月1日から1937年昭和12年3月23日まで近代化改装が行われ水平防御力や手機の出力向上と煙突の統合、中排水装置を増設、完備の7.3メートル延長、バルジ装着による水中防御力の強化などの改修が行われた。これにより排水量、装甲防御能力、速力、 砲撃力等において、1940年、昭和15年に、慣令25年を迎える、老館らが、戦艦としての総合能力では、太平洋戦争開戦時でも、世界標準を保っていた。反面、空母や巡洋艦などの他の艦艇に、速力で劣る上に、乗組員を多数必要とし、燃費も悪く、用途が見出せないことから、慢性的に、 燃料不足に悩んでいた日本海軍は本館を海戦に投入する機会を見出せなかった。1941年昭和16年12月8日の太平洋戦争第東亜戦争開戦時、伊勢は第一艦隊第二戦隊に所属し真珠湾攻撃を行った南雲機動部隊の損傷空母を収容するため太平洋上に進出した。 ナグモ機動部隊の奇襲は成功し、伊勢は予定を切り上げて12月13日に瀬戸内海に戻った。1942年昭和17年2月、伊勢は波長1.5メートルの試作電端を装備5月29日には日本を出撃してアリューシャン諸島方面に進出したがアメリカ海軍と交戦する機会はなかった。ミッドウェイ海戦で 主力空母4隻を喪失した日本海軍は空母の数を揃える必要に迫られた。軍令部は旧式の不装型戦艦と伊勢型戦艦の空母改造を検討し、日向が砲塔爆発事故を起こして5番砲塔を失っていたことから改装の手間が省けると判断、伊勢と日向の航空戦艦への改装を決定した。伊勢の工事は、暮れ交渉で1942年、 昭和17年12月に始まり、1943年、昭和18年9月に完了した。航空戦艦となった、伊勢の最初の任務は、トラック島へ物資を輸送することだった。伊勢は、戦艦山城と共に、甲子隊 T3 号輸送部隊として、第11水雷戦隊、木村進少将の指揮下に入り、陸軍兵士、伊勢は1278十八名と物資、 さらに戦艦長戸と不装用の三式台を搭載すると10月15日に日本を出発した。この時、伊勢には大和型戦艦武蔵の46センチメートル砲弾も積まれたという。20日、トラック機。補給作業終了後の31日、戦艦山城、空母巡洋、大高、重巡洋艦とね、機関故障中。 駆逐艦と共にトラックを出港し、11月6日、日本に帰還した。その後も関西機を搭載することができないまま、第11水雷戦隊に所属し、クレーで練習艦としての日々を送った。1944年、昭和19年5月1日、伊勢と日向は第4航空戦隊、戦隊機関日向、戦隊司令官松田千秋少将を編成した。 両艦には、第634航空隊を搭載することが決まり、定数は、伊勢、随運水上偵察機14、水星艦上爆撃機8、日向、随運8、水星14となる。伊勢は5月31日、日向は6月7日より、機銃を増設するため、呉工場にて入居する。6月20日完成を予定して工事中、アメリカ第5艦隊が、 マリアナ方面に襲来し、迎撃に向かった日本第一機動艦隊との間にマリアナ沖海戦が発生した。伊勢は急遽工事を中断して出撃準備を急いだものの、本海戦には間に合わなかった。6月23日、実際に水運、水星を搭載して射出訓練を行う。9月30日、12平方センチメートル8連装分身砲6機を増備した。 1944年、昭和19年10月、台湾を攻撃したアメリカ軍機動部隊との間に、台湾沖航空船が発生し、伊勢に搭載予定の第634航空隊が投入された。この戦いに勝利したアメリカ軍は、フィリピン攻略を開始した。一方で、アメリカ空母11隻、実際の米空母損害なしを撃沈したと信じた日本軍は、 上陸したアメリカ軍を撃退すべく早号作戦を発する。伊勢と日向は機動部隊本体に所属し、10月20日に日本を出発し、冷凍機海戦に参加した。だが634空が台湾沖航空戦に投入されたため、日本海軍機動部隊最後の海戦でも伊勢が航空機搭載することはなかった。10月24日午後3時10分。 小沢機動部隊本隊から、日向と共に分離して、アメリカ軍方向に進出する。午後7時には前方に先行を認めたが、これは、雷だった。深夜、前衛艦隊は、反転、10月25日午前7時に本隊と合流した。この時の対空戦では、松田司令官の発案した、弾幕射撃が効果を上げ、航空機多数撃墜。 30から70機を報告している。また、巡航速度で航行し、敵艦上爆撃機が降下体制に入ると同時に、急転火事する爆弾飛術も大いに効果を上げた。この軌道は急降下爆撃を行う艦爆側から見れば目標が高一していくので見失ってしまう。さらに艦爆は一度効果に入ると大きな目標修正ができず、 重量物である爆弾を投下しない限り再び上昇できなかった。これらから、艦爆は狙いが逸れたまま爆弾を投下して上昇するしかなかった。伊勢は空母随格、随砲の第一軍を護衛した。護衛戦闘機のほとんどない小沢機動部隊は、アメリカ軍艦再起の一方的な空襲を受け、随格、随砲、戦災の三空母は沈没した。千代艦初月は、 アメリカ巡洋艦隊に捕捉され、砲撃戦の末に撃沈された。伊勢と日向はアメリカ軍艦隊を求めて反転、南下したが、快適しなかった。伊勢は戦士7名、重軽傷者80名を出し、資金弾4発により、バルジに浸水約800から900トン、傾斜左に1.5度という損傷を受け、主砲鉄鋼弾全弾、主砲対空弾160発、 攻殻砲通常弾2000発、機銃弾12万発、分身砲弾480発が残っていた。対空戦闘で、アメリカ軍機撃墜63機、もしくは44機撃墜、不確実12機などを主張しているが、戦闘商法では、重複する者相当、ある者の軸のと評している。10月29日、伊勢は、呉に戻った。11月1日、 射出機を撤去し、伊勢は航空戦艦としての機能を失う。対戦末期、日本国内では石油、ゴムなどの資源が枯渇した。そこで伊勢は連合軍政界喧嘩の南シナ海などを強行突破して資源を輸送する北号作戦に参加する。11月9日、佐世保出港南方に向かった。この作戦では、 アメリカ潜水艦やアメリカ軍機の襲撃を受け、命中寸前の魚雷を、広角砲で迎撃するなど危険な場面がたびたびあった。1945年、昭和20年2月20日、奇跡的に無傷で、クレに帰還を果たした。この後の伊勢は、燃料不足のため、3月1日、第4航空戦隊解体により、クレチンジュフ第一予備艦、浮き放題に指定された。 3月19日、悟空襲で伊勢は直撃弾2発を受け、呉郊外、温度町、坪井沖にて特殊警備艦となり、燃料不足とアメリカ軍の機雷封鎖で行動不能な状態のまま防空放題となった。7月24日、アメリカ軍機動部隊艦載機による呉れ軍空襲により、環境に直撃弾を受け、伊勢の無田口艦長をはじめ伊勢の主だった。 指揮官20名ほどが戦死、浸水は5000トンに達した。諸岡井サム校社長が艦長代理となり、クレ校第4ドックに栄光しようと作業中の7月28日、伊勢は再び、アメリカ軍艦再起の空襲により直撃弾11発を受けて大破、右限25度傾斜して着艇した。戦死者は573名に及んだ。空襲後、 伊勢の2番砲塔は三式岩が装填されたまま最大行革で停止した。火災もひどく暴発の恐れもあったため、呉市街を向いたまま発射。発射後は砲塔が行革を保ったまま艦の正中位置まで旋回したところで伊勢は完全に動力を失い停止した。この時の手砲発射がくしくも日本海軍戦艦の最後の大口警報の発砲となった。終戦後。 伊勢は引き上げられて一時期住宅として利用された後、解体され、スクラップとなった。ディブ空白は不明。1944年は、推定を含む、ディブ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。